ご視聴ありがとうございます。トロピオ塚です。前回は黎明期の白タンデッキの歴史をお送りしました。今回はその後、新枠になった第8版以降の白タンデッキの歴史をお送りしたいと思います。黎明期はハルマゲドンや大変動といった序盤に築いた優位を確固たるものにする呪文の存在によって白タンデッキは隆盛していました。しかし、そのような呪文がなくなり、白タンデッキもまた変革を余儀なくされます。果たして、どんなデッキが活躍したのでしょうか。モンスロットブロック時に活躍した白タンは新枠の時代になってもそのまま活躍を続けますが、ミラリンブロックになると白タンに新たな武器が加わります。それが装備品です。ミラリンブロックで登場した装備品はクリーチャーを強化するオーラと似た効果を持っていますが、装備先のクリーチャーが死亡しても装備品そのものは場に残り続けるという特性があります。そのため何度も装備し直すことができ、オーラの弱点だったアドバンテージの損失を最小限に抑えることができます。そしてこの装備品を用いることによってさまざまな恩恵を受けることができたのが白いカードたちでした。装備コストを減らすことができるウォーリオックの鋼打ちや二段攻撃持ちのソラカリウドの三兵を採用し、装備品の恩恵を存分に生かしたイクイップと呼ばれる白いニーが活躍しました。使用される装備品は赤と青のプロテクション付与とサイズアップ、そして戦闘ダメージを与えた時の追加効果を持つ火と氷の剣、コストが軽く使いやすい骨立ちの小槍、融合する武具といった歴代でも優秀な装備品たち、状況によって鋼打ちの贈り物でサーチすることも容易です。これらの装備品サポートでどんなクリーチャーもフィニッシャー級のカードに強化することもできる高速ビートダウンデッキとなった白いに。しかしトップメタに存在したのは悪名高き神話、そしてウルザトロンといった強力なデッキたち。メタゲーム上には存在しましたが、主役とまではいかず大きな活躍を見せることはできませんでした。そして再び白タンが活躍するのはローインの時代。部族をフィーチャーするブロックでキスキンと呼ばれる白のクリーチャーが強化されることになります。キスキンはローインの主要クリーチャーに選ばれた部族で、白イニーの一種として活躍を見せます。キスキンを手札から公開することで1マナ2イーとして場に出せるゴールドメドンの重鎮、後からマナを注ぐことによってフィニッシャー級の強さへと成長する運命の大盾者、わずか2マナでキスキンを全体強化できるシワだらけの主が前半の盤面構築を支えます。そして横並びさせる雲焼きのレインジャーがフィニッシャーを務め、そのまま押し切ります。白イニーの伝統である横並びさせて全体強化する戦略を部族サポートによってさらに強力なものにし、動員環境初期やブロック構築では大活躍を収めます。しかし環境の理解が進むにつれて他のデッキの完成度が上がり、次第にトップメタから遠ざかっていきます。マジックも時代とともに進化し、白タンの伝統横並びさせて全体強化する戦略だけでは戦えない時期がやってきてしまいました。さまざまな除去やクリーチャーの質の向上により、白タンウィーには元来より息切れを起こしやすいという問題を抱えています。黎明期に存在したハルマゲドンをはじめとする逆転を許さない呪文はもうありません。息切れを起こした時に、あと数点をもぎ取る火力呪文も白にはありません。そんな白タンの限界が浮き彫りになり始めたその時に、新たな方向から白タンデッキの戦略に粘り強さを与えるデッキが登場しました。新たな白タンは1マナ息のクリーチャーを減らす代わりに熊ヤギのレインジャー、基本セット2010で登場した警備隊長といった多くのトークンたちを引き連れてくる5、6マナ息を多く採用し、それらを正常の名誉などで強化します。5から6マナに素早く到達するために採用されたのが白蘭の騎士、そして境界石と呼ばれるカード。境界石は1マナと土地を戻すことによって本来のマナコストを支払わずに備えることができるカードで、これで強引に相手との土地の枚数の差を作り出し、白蘭の騎士のマナブーストを先手後手関わらず使いやすくしています。そして雲焼きのレインジャーや警備隊長といった1枚のインパクトが大きいカードを多く採用することで、コントロールデッキ相手にも除去の枚数を上回るプレッシャーを与えることができ、かつての白ウィリーの強さを取り戻すこととなりました。そして基本セット2010から2012まで収録された正常の名誉はこの時期の白タンを大きく支えることとなります。まさにかつての十字軍の再来とも呼べるカードで、このカードを効果的に使うため、アラダの断片ゼンティカーブロック機では
エメリアの天使や征服者の制約といった小型クリーチャーをばらまく白炭トークンデッキが登場しました。ここでは白炭デッキの最後の一押しとなるカードが登場します。それが精霊への挑戦です。このカードを唱えた時、相手がテキスト確認してきたらこう言ってやりましょう。これは詳細を省くが、結論だけ言うと死ぬってことだ。白のクリーチャー全員に指定した色のプロテクションを付与するインスタントで、相手のブロッカーを無視して押し切ることができます。また火力や全体塾から身を守るという手段にも使うことができ、汎用性が高いカードとして重宝されました。そして前回ミラディン傷跡ブロック規定は、再び装備品にスポットライトが当てられることとなります。まず最初に活躍したのは白炭アーマー。聖なる秘宝の探索を使用し、高速でクリーチャーを展開することでアージェンタムの鎧という強力な装備品をサーチしてゲームを決めます。メムナイトや羽ばたき飛行機械、きらめくタカといった軽量のクリーチャーを高速展開して、最速3ターン目にはアージェンタムの鎧を装備しながら攻撃することも可能でした。そして全環境でその強さを見せつけた正常の名誉よりも修正値が高い鍛えられた鋼が登場。同ブロックで登場した優秀なアーティファクトクリーチャーを強化し、白炭を日本選手権優勝に導きました。テイロスブロックでは新人のメカニズムにより他の色と同じく白単色デッキが成立します。しかし青炭や黒炭に比べると強固なシナジーを組むことができず、神々の軍勢で気合まみれ炭10秒が登場し、環境の覇権を握る黒炭に対抗できなくなり退場することになります。マジックオリジンで白炭の騎士、朝廷の大天使といった強力なカードを得るも、マイナーデッキというイメージを払拭できませんでした。その後イニストラードを追う影では、サイヤの復刊という人間を大幅に強化するクリーチャーの登場により白炭人間デッキが登場しました。この時期の白炭は1マナの優秀なクリーチャーに恵まれており、1マナクリーチャーを合計で17枚以上詰め込んだ短期決戦を挑む形に原点回帰しました。そして当時は白最強のプレインゾーカー、ゼンリガーの同盟者ギデオンがいる時代。序盤の良いをそのままに、中盤以降はギデオンがゲームを支えます。またトアの見守りによって防御時にも隙がなく戦闘ができ、序盤の甘えた動きを逃さず勝ち切れます。人間デッキは当時集合した集体を使った人間カンパニーデッキが猛威を振るっていましたが、こちらも速さを生かして集合した中隊が進化を発揮するまでに盤面を制圧することで互角に戦うことができました。そしてその後スタンダードはエネルギーやエルドラージなどの荒れた環境となっていきます。ようやく落ち着いた2018年、ドミナリアでは白炭を大きくサポートするカードが登場します。それがベナリア氏とベナリアの軍司令。新たなトークン生成カードと全体強化により白炭は不屈の輝きを放ちます。またラブニカのギルドでは徴収で全体強化できる警護されるロクソドンや、攻めも守りも優秀な腐敗の陣形によってその強さは強固なものとなっていきました。王冠泥棒王子や死者の剣矢が暴れた時期は残念ながら活躍できませんでしたが、それらが禁止され、そしてテイロス冠婚期で太陽冠のヘリオットをはじめとする新人の恩恵を受け、現在も活躍を続けています。時代とともに新たな武器を加えつつ伝統の戦略で進化してきた白炭デッキ、今後も不滅の活躍を見せていくことでしょう。というわけで白炭の歴史を全2回にわたってお送りしてきました。まあ、20年経っても白炭デッキの伝統戦略が変わらないというところがですね、白炭デッキのですね、まあ、魅力の一つなんじゃないかなと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。皆さんもね、白の好きなカードだったりとかですね、白炭デッキの思い出がありましたらぜひコメントで教えてください。というわけで今回は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。